キャッチコピーで、これ劇団名で、これタイトル。それ何なんだろう。これに改めてあります。生々しい中野劇団。そうですね。あ、大体。はい。誰も家に呼んだことのない弟が、ある日彼女を家に連れてきた。慌てる父、いつもと違う姉、彼女は気づいてしまう。5年ぶりとなる新作長編は、そんな平凡な家族の物語です。2018年7月14日土曜日から、16日月曜日、祝日ですね、まで3日間やってます。重ねられちゃうコピーっておかしくない？母が人工知能だと知らずに18年間生きてきました。中野劇団第19回公演代役、よろしくお願いします。よろしくお願いします。